北海道栄高等学校は、北海道白尾井郡白井町緑が丘4の676にある私立高等学校。学校法人京都育英館が運営しており、北海道白尾井郡白井町では、唯一の私立高等学校である。1964年に、日本大学の準付属校として、北海道日本大学高等学校が、学校法人北海道日本。 大学高等学校によって開校したことに始まる。1987年に札幌郡広島町に同法人が札幌日本大学高等学校を開校したことで日本大学の準附属校提携を解消。北海道桜川岡高等学校に名称を変更した。2000年に運営が学校法人北海道佐藤井学園に移管されたことに伴い、 北海道栄高等学校に名称を変更した。これにより佐藤久志学園の系列校となった。2016年に運営が学校法人教都育英館に移管された。移管後は北海道栄高等学校の校名を維持する一方で看護系学科開設や中国人留学生の受け入れ等を検討すると公表された。スポーツが盛んな学校として有名で、 公式野球部は全道大会の出場場連行で、北海道日大高等学校時代に秋、春、夏合わせて6度全国出場しているほか、北海道栄高等学校時代には2006年の春の甲子園大会に出場している。同じイブリ館内にある北海道室蘭、栄高等学校は、北海道立高等学校であり、両校の開校当初から、提携関係などにはない。 ありがとうございます。